モンジュウは、アイルランドで生産され、フランスで調教された、競争場、シュボバ。主なカチクラは、1999年のジョッケクルブ、ショー、アイリッシュダービー、外戦モンショー、2000年のタタソールズゴールドカップ、サンクルー大賞、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ステークス。1996年4月4日生まれ、2歳の時、 フランスでデビューしたモンジューは2歳を2002勝、3歳初戦のグルフュール、賞を制し、一躍、クラシック候補に躍り出る。そのジョッケクルブ賞の前哨戦、ルパン賞では2着と敗れるも、迎えた本番では4馬審査をつける圧勝で、フランス3歳の頂点となる。続くアイリッシュダービーも5馬審査の圧勝、その後休養に入り、秋に行われる。 ヨーロッパ最大のレース外線門賞へと駒を進めることを決定する。迎えた秋、初戦のニエル賞を頭差で制し、外線門賞へと向かう。この年の外線門賞には他にエルコンドルパサーとデーラミも出走していたが、当日レースの舞台となるロンシャイ競馬場はペネトロメーター5.1というレース史上類を見ないほど大量に水分を含んだ状態の不良馬場だったため、 道悪くとしないエルコンドルパサーとモンジューの一騎打ちというのが戦前の評判であった。ゴール前の直線では逃げるエルコンドルパサーと追い込んだモンジューの2頭の勝負となるが残り50メートルで逆転したモンジューが1、2馬身の差をつけて優勝した。次に陣営が選んだのはジャパンカップで名実ともに欧州最強馬ということや 外旋門賞でエルコンドルパサーに勝利していたこともあり、日本でも非常に注目された単勝一番人気に支持される。しかし、レースでは4着に敗れ、初めて連帯を外した。陣営は、レース前日の取材で、体調が戻るまで、あと3日はかかる、早く連れてくればよかったと答えており、レース後のコメントにも、敗因は馬場ではなく、輸送の疲れが抜けなかったことや、 調整不足を挙げた。こうして3歳シーズンを終え、この年のカルティエ賞最優秀3歳ボバを獲得した。年が明けて2000年。コバになり、5月のタタソールズゴールドカップから始動。同レースは、直線で深度が塞がる不利があったが、前が空くと機種が手綱を持ったまま勝利。さらにサンクルー大賞はコバシンで圧勝すると、キング・ジョージでも持ったままで、 ファンタスティックライトラを退けて勝利した。自走は、アイリッシュチャンピオンステークスに出走予定であったが、これを回避し、外戦門賞連覇をかけて、フォア賞に出走し、これに勝利。しかし、外戦門賞では、ンダーエジプトバンド、ボレボレッタといった3歳勢の前に屈し、勝ち馬から七場審査の4着と大敗した。その後も、制裁を欠き、チャンピオンステークス、 PC ターフともにカラニシに敗れ、そのまま引退となった。種ボバ入りした際には、同年に引退したジャイアンツコーズウェイと比べると、約3分の1の種付け量に抑えられていた。しかし、初年度3区から、ダービーステークスを制したモチベーター、父とに代続けて、外線門賞、キングジョージ6世クイーンエリザベスダイヤモンドステークスを制したハリケーンランなどを輩出。 初年度3区がデビューして、わずか2年目にして2005年のフランスリーディング・サイヤーの座を手中にし、イギリス・アイルランドの種ボバランキングでも父を上回る2位につけた。残した12世代の3区から、ダービーステークス・カチューマを4頭排出した。2012年3月29日朝に、排血症による合併症で、16歳でこの世を去った。 後継シュボバは今のところ中心となる馬を描いているものの種ボバ入りした3区は多くサドラーズウェルズ系の中ではカリレオエルプラドに次ぐ3番手の位置につけている有力なシュボバとしてはキャメロットが欧州の平地用シュボバとしては有数の種付け数を集めておりプールモア3区のウィングス・オブ・イーグルスも2017年のダービーステークスに勝って種ボバ入りしている モチベーターも、ボバの活躍場はあまり出ていないが、種付け量は、回復基調にある。2013年の報道によると、ミオスタチニー伝子型は、ガリレオと、同じく TT の長距離タイプである。パリッシュホールがデューハーストステークスを優勝。レガティッシモは2015年のカルティエ賞最優秀3歳品場に、選ばれている。また、アナプルナが2019年の A ウォークスを優勝し、 フランケルさん加発の英国クラシック競争カチューマとなっている。ありがとうございます。